ら霊夢がチベット砂ぎつねになった。ここに新鮮な職員を用意よ。こうして王者、はい、霊夢さんと使ったら拾ってくるわ。王者、私の愛する職員の皆さん、先ほどここに入るときに支給されたマスクは着用しましたか？マリサ君、うわ、また変なポーズで変な演出始めた。こいつ、私にも傷つく心はあるんだよ。マリサ君、一体どうしたんだ。そんな神妙を貼り付けた面持ち、神妙を貼り付けんな。ふっふ、そうだね、マリサ。4月25日は図書館通知版発売だ。我々まだいけない。レッツ勤務。はぁ、なしてくれー。前回のあらすじ、アホのミスによってサイオシが五輪中アゲインしてしまった。いやー、悪い夢でしたね。よかったな、それで済む界隈のやつで。完全に忘れてたね。体力でも爆発飛散すること。絶望的に記憶良くないよな、お前な。まあ、サイオシが爆発飛散したくらいで済んだのでオッケーです。いや、何にも良くない。まじ、いつものことだよね。すいません、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 すいません。あれ、霊夢が R18G でもお見せできない感じに。大丈夫だ、致命傷だ。まだ大丈夫か。この人たちの大丈夫の基準がわからない。アンジェラはイブカ死んだ。合戦会の動画についたコメント参考に今回もやってきましょう。結局この8ってどうなんだろうか。クリポとカウンターは確かに低いけど、この子かなり有用な部類らしいわよ。なんといっても装備とギフトが可愛いとか、これは重要な評価点だ。かなりの役は他の管理人の評価は参考になりません。なぜなら私はエイムがアルタだから、他のアブノマの評価も使えねえじゃねえか。管理人のステータスにデバフがある以上全員あれくぜ。ここで言っておくけど、私はマッチで他の管理人と違ってやらかす気しかないからね。そうネタバレは控えてほしいけど、罪要素だけは教えてほしい。出現済みのアブノマに関する雑学とかもくれると喜んで食べるからくれ。あっこネタ雑学を糧に生きてるタイプのオタクだ。いや、保存食多すぎるだろ。なんだ後ろの段ボール。消化追いつかない。よーしよしよし、めっちゃ順調に情報開示完了。前回より数倍早かった。少なくともお前に経験値が溜まっててよかったよ。言い方のトゲ。しかし確かにこれは装備もギフトもなんかは、よく考えれば脱走しても確定で死ぬわけじゃないし、結構永住ありかも。しかもこれ脱走時のまとわりつく蜂のダメージレッドシールドで防げるらしいぞ。本当にいい感じじゃないですか。いや、前回の私はただただ無駄な犠牲を量産してただけってこと。判断が遅い。こいつにだけは犠牲を云々言われたくないんだが、一回冷静になってやってみると案外どうとでもなるって本当なんですね。いや、なんで前回あんな騒いでたのか全くわかんねえ。何も考えずに突っ込むからだよ。全く無の正論を。いや、このくらい緩いの。ほほん、ロボトミーは健康にいいわ。ダム外は春ララだし、だんだん眠くなってくる緩さだな。マッタ免状で行われてるのは命のトレーディングなんですけどね。ゲームコンセプトがまったりとかけ離れている。私の中ではまだまったりって聞いたけど、基準スローライフはやだ。いや、荘園基準で。全然家事荘園家で2曲なんだが。全くもん。あ、お。マジで何なんだよ、こいつ。お前もしかして逆光だからギフトもらってんのか？おいつ星だぞ、過去。ちょ、待て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 。おいおい、マリサがスメルから反落しちゃったじゃん。やばくない、やばくない。話題から死にしては代償があまりにもデカすぎるだろ。何よりボケの品質で。あと参加なのに代償デカすぎる、ボケやめてくれー。ええ、とか、どんな力技などでかまさなくても。親と武器防具の生成だけだったのにどうすんねん。せっかくここまで業務進められたのに。ぶっこんなのどうすれば、どうすれば。いや、シーンに関してはボケとかじゃなくて、お前らが脳と失念してただけだろ。練習でごまかしてんちゃうぞ。死人に口なぁ。やっぱり悪い人。そうだな。まっそくとやめてくれ。全然勝てる。管理難しいわけでもない。積んでるわけでもない。これでも会場やり直してる管理に言える？いねえよなぁ。事実を自分で陳列するの虚しくなるぞ。しかも斜め方向で失敗しまくってるせいで列車がもう空気なのよ。もしかしてお前だけ有用と外役反転してる。だったらスコリであんな困っとらんわ。おいや、スコリは肖像が使えばいいじゃんってコメントも来てたな。やばい、霊夢がチベット砂ぎつねになってしまった。2周目の私はうまくやってくれることでしょう。まだ諦めんのは早いぞ、ポッター。あやってまたテレビや聞かせっぱなしにしちゃった。何回同じことやるんだお前。ほいほい、これで防具2着完成。さすがにこんだけやり直してるとここまで30分かからずいけるようになったわ。変化してんだけどしてないんだよな。なんでこれよ、これどこのどれだよ。左上のこれよ。あー、21日を過ぎたから新しく夕暮れ試練が来てるな。私は夕暮れの存在をすっかりさっぱり忘れてたわ。あんな朗々と言うんじゃねえ、忘れんな。いや、で今回ここで武器も取り切るなら絶対これ乗り越えないといけないじゃない。興味やれると思う。めちゃくちゃ真面目に言うなら装備職員的には全然できるレベルだと思うが、お前が管理人という点で戦力1万件なので無理。OK、 やれるってことだな。今からここはディストピアになります。逃げられませんので諦めてください。知ってます、知ってる。今さら何を。もう職員全員諦めとる。今回の夕暮れは真空絶頂の身振り。いや、ネーミングよ。そろそろ軽く帰れ。夕暮れも他と同様各部門一体かな。いや、みたいしか出現してない。赤は出現する固定みたいだな。なら職員をまとめてレッドシールド付与で、とりあえず全員で突っ込め。突っ込めじゃねえんだよな。待ってください、全然追いつきません。待って、なんでタイプなのあるパンジャントラム。いや、これ追いかけたらダメじゃない。しかし追いかけねば討伐もできぬパンジャントラム。おー、意図しないところで勝ち合ってるって。やばい、ダメージ総数見てなかったけど多分エグい。ちょっと待って、ここもう一体も集合してんだけど。発光前か。ちょ引かれるのはまずい、引かれるのはまずい。全員耐えるけど、いっぺーシールド忘れてるぞ。わか、わかってる。シールド貼るために一回全員エレベーターに誘導したいけど、両側にこいつらが陣取ってるせいでいつ動き出すかわからんし、次引かれたら何人か持ってかれそうだし。
管理人に向いていない。いやほら管理人には向いてない、ガエル社の管理人には向いてるからさ。それと遠回しに通常の道徳倫理捨ててるって言ってるでしょ。っていうかまた真の音だったんだけど、私試練前に返却指示出さなかったっけ。おそらくだが返却に向かう途中で全体指定からエレベーターに移動指定したから返却がキャンセルされたんだろう。ああ何も言い訳できない私のガバだ。ガバ良くない。ただ勝てそうにない、うん、夕暮れを越えないといけないのは分かってるけどこれ保留にしたい。してもいいが結局コントロールチームのミッションにやること忘れんなよ。もう今回で2回爆散してるけど大丈夫なのかお前。失血しよりまし。いい加減23日目に行きたいですオーバー。お前の努力次第ですオーバー。とりあえず死に戻りで8に対する対処は理解しきったわ。列車はとにかくなんとかしてるわ。さすがにここまで来ればお前といえど安定するか。逆になんでここまで来るのに7回以上試行したんでしょう。超人のバイアンネイトうまくいかんのは仕方ないな。あまたこの子ギフトもらってる。頼むからちゃんと進行の時にももらってくれよ。本当なんだけど。本校で試練って毎回来るタイミングバラバラなのね。今回暴走5段階目でまだ白昼だわ。あまりここでもうんってこと。これは後半終わり散らかす運命が見えましたね。もう分かっています。あまりにも悲しい運命すぎる。よしこれで武器のポイント足りるよね。足りるよね。よしよしオッケーオッケー。これで22日目の乗りまくユーリア。あーまた長かった。最終は斧武器防具完全回収までを30分でできるようになっちゃったわ。私らの体感は30分だが実際は30時間なんだぞお前。そういえばもう体感通りにあんまり疲れなくなってきたわね。こっちが一番の成長かしら。そういや確かに。なんなんだろうなこの感覚。やっと画面が変わったぜ。22日目の呪縛解禁おめでとう。さあ今回も継続してドサンでアブノマ決めるわよ。笑顔、穴、愛、3つに1つダイスロール。そしてもう一体が管理人、羽、管理人を、管理人を処分。なんかこのメンツ管理人に対する殺意高くない。呼ばれたと思ったら処分される管理人かわいそう。絶対そんなんじゃない。まあいいわとにかくここもダイスロールよ。発展回帰になった子だ。あら、この手紙はどうしたのアンジェラ。あ、そのままそこへ置いておいてください。A がもう一人の管理人。X に当てたものです。そういえばもう一人の管理人については突っ込まないけど A って今どうしているの？ A は少々長旅に出ています。しかし旅の終着点が A であるように、もうすぐここに戻ってくるでしょう。旅、ねえ。人の人生とは、それ自体が長い旅ではないでしょうか。私は、今あなた方に気の利いた返しができないことを悔やんでいます。雪が溶け、覆われた花たちが再びその顔を覗かせるとき、私の紡ぐ言葉も新たに花開けば。この台本を破く日が来るのでしょうか。車戻ってきたぜ23日目。ただいま世界宴会はここで両方アウトかいう緊迫状態に。今すっぽい二度見しなかったか。だろこんなおかしいだろ。私が一体前世で何したって言うんだ。一体どうすりゃいいんだよ。まあ23日目はアレフの抽出率が上がってるらしいから仕方ないといえば仕方ないっぽいぞ。待ってその情報初知りなんだけど。いやアレフが抽出されやすい日が何日かあるらしい。二体同時に来たのはやべえが、まあ夕暮れ討伐も待ってるしここでアレフエボを増やせると考えらない。いいのか。いやアレフが管理できるとは言ってないんだけどな。ダメでん。ここでなるかみとつみ全産装備だったね。宮にホーネットを着させて、同じくつみ全装備の創生4人に奉仕、生贄のなるかみを配置して、よし、よしやるぞ。行って帰るぞ23日目。さてどんな見た目のやつが来たのか。あ、待ってこの子すっごい好き。いいね。いいっすね。このかろうじて人の形を模倣している人外だ。まんねえなの。この一条のこんな、まんねえなぁ。こういったんとま、攻撃を受けた時にその部分が溶けて人外を見せつけられるの大好き侍だ。もう足の気だから黙ってろ。おい、さるさわ、さるさわやこない。ショックロール、ショックロール入るって。いいな。いくら見た目が良かろうと危険度が最高峰なのは変わらんし、一回なるかみに突っ込んでもらうしかねえな。前に来た創生はアレフの中でもめちゃくちゃいいやつの部類だったらしいし今回はどうなっちまうやら。霊夢復活お金の早。私のコンは96で6番に迷い込んだ7班の方ですか。ウルフに落とし込まれた忍び神ですかね。さて現状はなる神に洞察で入ってもらったけどこのままだと確実に死ぬってとこかしら。死に関して冷静に分析し始めたらいよいよ荘園実験者の仲間入りだから女の子一緒にすんな。多分洞察はそんなに好まんのだろう。収容室全体に粘液が張っている分が出てるし掃除はされたくないのかもな。どうして私がようやく初手洞察をちゃんとやり始めると洞察は勘やつに当たるんですか。お前の差がだ諦めろ。すごい死に戻りすぎていよいよ死ぬ時にふざけ始めた。いやなんかこう緊張感なくなってきたわよね。この後とんでもないことしそう。おっこの子は作業結果悪いでも一回は見逃してくれそうだな。あーそれ助かる。職員の死体チューチューしてなんかしでかすタイプではないのね。何回までセーフ判定にしてくれるかわかんないけどおとなしく創生装備の黒ちゃんに言ってもらいましょうか。えよ、なんだよ。一体何が好きなのかしらこの子。うん、見た目はスライム娘っぽいよな。あースライム。スライムか。ここに新鮮な職員を用意。俺をこうして、どうじゃ。はい、レイムさん特製職員の姿焼きを。わあ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 。私の愛する職員の皆さんって分忘れたんかお前。これ無視後方パンチなんてするやなか。普通にバカ痛い。アレフなんだから痛いに決まってんだろ。とりあえずご飯はいらないということがわかる。今の何上なんか頭についてる。うわ絶対6でもねえだろこれ。これで覚えがあるので日のプレゼントだぞ。もらったのも普通判定だしやばそう。うんじゃあこのままクロちゃんにこの子のお世話させましょうか。プレゼント系はメンヘラ特性持ちって感じするし。史上存在のメンヘラってなんかいいよな。おっと、ここで作業交換とどん。いやどれも変わらんやんけ。全部普通か。んだが実際これ内部数値の変動はあるらしいからそこの解析が必要になりそうだな。内部数値の変動。普通判定でも1から 1.9 までの振れ幅があるってこと。
った。おい、そういうんもあるんか。ならその辺探るためにも一旦洞察から検証してきますか。収容室に転がるなる神がアホ面すぎる。アホ面に見えてるだけだ、実際は盲原形内だろ。認知フィルターって便利ね。どこまでかかってるのかわからないけど、職員にはコンタクト型で渡してるとは言ってたけどな。果たしてこいつらがつけてるかは知らん。まあ用途が狂わないためならこの子たちにはいら、洞察ダメそうじゃないこれ。うん、今単純に考えるならピンクだしハート渡してくるし愛着が高そうな気がするよな。でもこれさよ。オーダーリングのは1回だけですかね。あれ初脱走だこれ。あれ初脱走だこれ。ドダダダダってどうしよう。ラッキーは重ゆうぐれ赤ん坊こされたんて。しかも中にいたおじんが死亡じゃなくこいつの剣属になってる。剣属と本体どっちも脱走してくるタイプだこれ。え、待ってこれ他に感染するとかないよね。増えてる。なんだこの。なんごめんちょっと医療のものになり果てた黒ちゃんがちょっとへき。光学系よ自重しろ。うわあでもこれどうしましょう。攻撃属性は収容時と変わらずブラック。剣属を増やせるのは本体の粘液攻撃みたいだな。この上本体はもちろんアレフで縁をつけられた職員はワウ相当。実質アレフとワウを同時に相手取ることになるってことか。これはもうリセット前提でどこに待ってなんでこんなパリンパリンなってんの。私まだブラックシールド1回しか打ったルナの装備は特殊攻撃時に同じエリアにいるすべての職員にブラック属性バリアを付与できます。ブラック属性バリアを付与できます。よし、勝ったな。拾ってくるわ。王者前のピラミッドがおかしなことになってるって。僕のでない。やばい、ルナ姉が優秀すぎる。なんなんだあの人、全方位好きがねえ。装備を見ても管理を見ても脱走を見てもいい女すぎる。もはやドゲネするレベルなんだが、この子脱走しても月光装備で鎮圧ができるとわかったの。マジでデカすぎるわ。これで心置きなくデコイたちを突っ込ませられ。あれこれなんかオフサーについてない。頬に粘液が付着してるな。エフェクト的に印をつけられた時に出たもんと一緒だが。ちょっと今あるポイントで管理方法を。欲しい情報が見えない。見えない。ちょっとわかんないけどよかねえよな。愛着の交換と調べるついでに続きの情報を見たい。これは愛着が最適解みたいだ。話が通じるタイプなんかね。いや、身振り手振りとかでコミュニケーション取るタイプじゃない。隣のアブの豆っちゃ気になるんだけど。こっち観測してから触るは同時は無理。おぉ、列車ベルレッショで。ラップねえ。ちょっと他かまってると頭から抜けちまうな列車。昨日までは隣の女王蜂見てたから嫌でも視界に入ってたけど、中止するのが左下になる。なんか徘徊してんだけど。終わった。そう、意外にもなんか能力あるパターンかこれ。と、 とりあえずこれが徘徊してんのは中央第二だって。そこかは無事。これオフサーが変化したやつよね。なんで今出て感染系だこれ。おお、また変なの引いたなお前。お次は消毒だー。おっさん、本的人権は認められておりません。うわー、よし、溜まったポイントで管理方法見て確認しましょう。じゃあ私が軽くまとめるぞ。オッケー、頼んだわマリサ。どうしてこんなにも、あの人は、どこ？さて、私の愛する職員の皆さん、先ほどここに入るときに、支給されたマスクは着用しましたか？すべてが終わりましたら、またお会いしましょう。さあ、今日1体目のアブノマは解ける愛。危険度アレフの1体だ。彼女に抑圧以外の作業を行った場合、彼女は職員に対し印をプレゼントする。このハートをもらった職員は精神が安定し、作業も安定するぞ。だが該当職員、A としよう。その近くにいる職員は一定確率で粘液に汚染され剣属となる。そして A が生存した状態で剣属が該当部署職員の 50% 以上になるとクリフォトカウンターが0に。その上 A が死亡した場合もクリフォトカウンターは0に。脱走が発生する。感染を防ぐ方法は洞察作業でボックスを24個以上生成すること。つまり職員1人の隔離と該当部門オフィサーの一層が必須条件になる。おへぇ。察しが悪いのかマッシュなのかどっちかにしてもろて。今回意図せず第2部門のオフィサーを一層できたからこれ以上の心配はなさそうってのがいいな。の初めにオフィサー全員消炎送りにできない。薬の実験台が増えて良さそうだな。倫理官も一緒に送られてるぞ。さてこの解ける愛、彼女はもともと別の研究施設の実験体であり、ロボトミーにて保護されたそうだ。研究室に収められていた彼女を発見した職員マリーに依存的であり、職員マリーもまた幼少期に失った弟を彼女に重ね愛着を抱いていた。この依存関係は最初いい結果をもたらしていたが、覚えがあるな。この手のお話で最後までうまくいく関係なんてない。急激な精神汚染の低下、休憩時間中にアブノマの元を訪れる。これは前回収容した小さな王子の観測記録にも似たようなことが書いてあった。だが小さな王子の件とは一つ違ったことがある。職員マリーが解ける愛を愛していたのと同じく、解ける愛も職員マリーを愛していたことだ。解ける愛は彼女と共に施設から脱出することを望んだ。結末は想像に安いものだが、バッドエンドだらけのここでは珍しいメリーバッドエンドだな。わずかな過去の記憶の一辺だけを抱えて、その一辺を曲解して幼子のように行動する。大好きです、ありがとうございます。説明が難しい模様を抱えてしもうた。でこっちよな。何なんだろうこれは。本当に何なんだろう。動きは完全に散歩行く前の一歩。かわいい。とりあえずここもデコイ代表の鳴神に突っ込んでもらいましょう。やばいこいつ感染受けてる。そうか、さっきここに来るのに第二廊下通ったから。あれそれってもしかしてここ一人で担当するしかなくない？そうじゃん、はい、ワンオペじゃん、けんじゃんけんぽん、はい、なる神の負け。2位、こっちも洞察ダメそうねこれ。やっぱり見た目から勘で選んだ方がいいんじゃねえか。言ってるかそうやった途端洞察位を引くん。なんかリバシンだっこの人でなし。心にもないことを。心の片隅にはあるよ。そこに愛はあるんか。さてどこかに即ワープ脱走したりはしてない。
この姿使ったアブノマがかわいそうですね。まさかの犠牲者の皮かぶる系か。さすがアレフ王道のえげつなさを持ってきたな。これってもうこうなったら罪で職員入れたら全員食い殺されないかしら。あれはもうダメじゃないか。とりあえず何が起きるか確認してこいね。みや、ここには PL 公認クズ探索者を使用しています。ご安心ください。おーれしょれしゃ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 。危ない。なんで事故ってないんだろうこいつ。事故って欲しいんですか。こういう系かまって欲しいんかと思って愛着したけど、これもまあなんか微妙みたい。こういう系って人食うために化けてるんじゃないのか。え、方向性の違い。でもここで下手打って積みたくないし、一旦生還した愛着で試してき、これではいけませんね。アローかって回復しないじゃん。本当に毎回毎回何がしたいんだ俺は。待って、なんか隣が出てるんだけど。嫌でるだろうね。宮田さんともらってたんだから。またこれですか。今のね、追い回してたっているわけがないでしょ。すごいこれじゃないか。なんで読めちゃっちゃいい感じでしょうが。前回までの絶叫管理はどこに行ったんだ。成長しろと言ったのはそっちでは。いや今一人発狂してる時点で管理面の成長はしてない。なんで毎回俺。はい、チナスお疲れ様んさ。あまりにも軽すぎる。慣れって怖いね。引き起こしてんのはお前だ。しかしこれでも出てこないとか、もしかしていい子か。そもそも脱走するタイプじゃないのかもしれない。だとしたら失敗した職員の皮をイハギしてるだけなんだけど。用意としては十分なんだよ。じゃあ一回本能の様子を見て一旦再調整。なあ、これに関しては確か 24% が悪いと思うんだが。見てなかった。他のシーンが毎回お前のガバなのは何。偶然が重なった必然。ついこの前帰ったじゃんねえって。よしよくやつもアウト。このアレフどっちも愛着がマストっぽいわね。お前セピラが手を持って追いかけてきても文句言うなよ。怖すぎるんだけど。一応本能ももう一回検証。はい、証明完了。会としては研究員と同義なのに D クラスよりひどいんだよな。世界観が違うからね、仕方ないね。仕方なくねえよ。脱走。チナツ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 。やべ、スピード張り忘れてた。装備の確率に頼るのはやめよう。何やってんだよ。すごい礼儀正しいルート運行するな、この列車。列車の運行路に運持ってかれてない。はい、まず廊下を掃除して、アイちゃんの情報拾って、これやってること22日目と変わらんくないか。お前の腕のせいですね。で、アイちゃんがカッカキつく。あら、うまくがいた、わー。やってんぞ、お前。なんか出てきたー。自分だって失敗しても出てこなかったけん、なんてちょっと待って、しかもね、宮がハート持ってたから、アイちゃんも出てきた。あれ、2体同時脱走です。おめでとうございます。なんていうの、めでたくねえよ。どうしよう、アイちゃんだけなら鎮圧できるけど、この子何もわからん。いや、とりあえず一回鎮圧できるかの検証だと思って、突っ込ませるしか。ハーブの魔導を知って敵対すんのか。マジで言ってるそれ。ドマリになったと思ったらなんか姿変わったんだけど。しかもめっちゃ女の人の声聞こえる。ルートちょっと待ってくれ、今アンジェラから資料届いたから。今それ、とりあえず脱走時の資料だけ出してもらった。よしよし、こいつは脱走時収容中の姿で少しの間動き回る。この時は周囲の存在に無差別に20前後のレッドダメを与える。今日ってここまでは前菜みたいなもんだ。前菜ですでに背脂丸ごとみたいな重さしてるけど。しばらく歩き回ったこいつは次に一定時間前で、まず列車出てるぞ。ガバ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 。やっぱまともなルート取りしてるよね君。めっちゃ空気読んでくれるじゃねえか。ここを間にこもるところまでが全職員で抗える最後の段階。しかしその本体を発言してしまえば、ほとんどの職員が一撃で持っていかれると思っていい。そんなになんですか。そんなになんです。そんなになんですか。待って、おかしいなこれ。こわ、列車もまともな走行ルートって。アレフは2体とも鎮圧完封。お前たちは霊夢じゃねえな。どっからどう見てもゆっくり霊夢だろうが。どうせこの後とんでもねえこと起きるから塩まいとけ塩。私が悪霊みたいじゃない。いやー、終始よくわからないまま終わりましたね。こんなんでいいのかな。アレフ同時収容、自分の特性ってことでどうにかならんか。無理無理。どっちもアレフは終わったかと思ったけど、これはクリティカルだったんですかね。いやー、作りの後200番が正しいと思う。マスターね、そっちの列車は本当。あなたは職員の味方なのか敵なのか、どちらなんですか。私は私の正義の味方。なんだよ、もうまたかよ。これね、宮に任せるべきじゃねえな。そもそもこの子の世話をクズにさせるべきじゃねえだろ。しかしここに愛が深いやつなんていないしな。愛は深いが、あの二人は他の臓無臓眼中にないだろ。あちらもあんまそういう感じじゃないでしょ。まあ特に何の考えもないですね。あ、どうしたもんかなこれ。キチちゃん頼んだ。こんなんでいいんか。まあ歴史や装備のままだからさすがに入れないわ。ここで何人か行ったら再挑戦で頼む。言ってる間に一人行っちまったよ。いい加減閣下状態で突っ込ませるのやめない。そうしないと夕暮れが来るんですよ。マリサさん、夕暮れもお前のミスさえなければ勝てると思うんだがな。はい、収容室戻った。はい、鎮圧完了。次別な人入って。アレフを通り魔のように刺しておいて夕暮れが無理とは。マリサはいぶかしんだ。ようやく情報全開示できた。ここまでたどり着くのに点へ登った職員へ敬礼。仕事ですか。出てこないでください。なんか説明しにくいミスが重なりに重なってマジで大変だったわ。これはしっかり育ち切った職員をあてがわないとダメね。ほんとようやく見れた武器防具はさすがアレフの性能ってところだな。
このビールジョッキどう攻撃するの？我が国には生意気な奴をビール瓶で黙らせるという伝統芸か。なかなかかわいい。今一瞬職員干渉発作で出たな。あれはもう仕方のないことなので。あら暴走団解散で黎明よ。でいいのかしら悪いのかしら。この時点で情報が全部開けられてるのはいいだろうな。何人死んでるけど。いや尊い犠牲でしたね。明治にって言葉がこれ以上合うことねえぞ。へけ。うつぶし黎明ぶっち完了。こいつそろそろ後ろからなんかにどつかれねえかな。前方から君にどつかれてはいるんだよ。たく本当にあんたの命の株価は上下が激しいのね。そもそも論民打ちか田舎でさえ変わっちまっちゃで試練で列車見るのはすっ。あれだな。今までの素通りは盛大な振りだったわけだな。いらねえよ、その空気読み。